これドライバーでこれをするとどうなるかっていうと、ドライバーはあのやっぱりこうヘッド浮きやすいし、まあまあアイアンのようにはなかなかならないので、あの難しいですね。正味初っ端のさ、ティーショットをもうミスったらもうその日一日嫌になるやん、正直。そうですね。いや、あと17ホール残ったら知らん、そんなんてもうその最初のティーショットに欠けてるんやっていう感じじゃないですか、うん、今日も初のドライバーですよ、はい、これもほんまにこのボールの半分ぐらいをこれで打つイメージでいいんですよ、うんうん、こんな感じでいい。あとは右に行った方がいいですからね、引っ掛けも元気ですからね。あ、確かにこれはいいね、引っ掛けました。まあでもこれは気にせずということですか。そう、もうちょっと、ちょっと待ってな、これは今は一旦練習ですけど、もうほんまは出したらあかん、絶対こんなもんでいい。で意外と飛ぶからこれ。そうやね、うん、いや意外と飛ぶね。最低でもこのこれドリルですね。ドリル、これはまだ自分のショットとしてはまだやってない、うん、さっき、ウェッジでドリルをやってショットをやりました。で今もうドリルやってるわけです。ドリルやってる。ミスとしてはまあアイアンでいうちょっとダフリ系、うん、テンプラ系が出たらダメだけれども、そうまあ、今は右に行こうが左に行こうが別に、うん、ちょっとそれを意識してその天ぷら系が出なければ、うん、なんかあのベロベローンと、うん、そのティーを打たなければもう OK。 正直正解としては右がいい。正解としては右がいい、うん、はい、じゃあショットに移るときはまた言ってください。もうちょっと目付けを右足寄りにしておいてください。ね、それはなぜかというと、そうは言いながらも長くなった分、うん、まあ、ボールが左になってちょっと追いかけやすくなるんですよ、はい、だからインパクトの目付けを右足寄りに。でどうしてあなたが右足寄りに行かないかというと、やっぱり引っ掛けたくないんですよ、うんうんうん、でやっぱり右足寄りに持っていくとここから帰っちゃうんじゃないかということで、うん、今あなたの説明通りやると、まあ、いわゆるこうパターみたいに前傾を維持したまま肘も曲げてもいいって言うて、右足の前ぐらいに目付けをしてくれると絶対引っかからないんで、分かった、思い切って言ってください、はい、数字見てください。すごいな。いやもう分かる分かる、これぐらい良かったんですよこれが。でもこれも最高これでいいっていう。これね、アイアンも完璧です。うん、で皆さんもせっかくなのでね、ちょっとこの説明も聞いてほしいが、ドライバーっていうのは特殊なクラブです。うん、実際ね、ティーアップして打つし。うん、ヘッドの形状も違うので、うん、なのでやっぱりちょっとボールの位置とか目付けをアレンジしないといけない、うんうん、でもやることはアイアンと同じなんだけれども少しタイミングが変わるからということも、まあ、せっかくなんで、はい、ちょっと頭に置いて、はい、いやこれすごいよ。これ見てください。特にドライバーが一番感じるんですけど、うん、なんていうの、たまに言われるこうなんていうの、長く感じるっていう時あるやん、この、うん、ここまでがインパクトゾーンがちょっと長く感じる、そう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 、低く長く感じる、うん、そう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 、多分それを
なんか味わえると思います。なるほどね。あんまり意識してないけど、うん、そこは、うん、でもほんまやることはこう畳んで、これ下打ったらこうここに当たっちゃうから、ほんまにこの上を、私あれぐらいでいいですけどね。もうね、ちょっとご報告も含めて、うん、めっちゃ抗がん剤の副作用がきつい。そうやな、今週は。だから末期中の末期です。そうですね。だから絶対これの方が楽やと思うで。なるほどね。こんな感じ。そうそうそう、そんな感じ。もう畳んじゃうみたいな感じやな。ちょっとマジでほんまに、うん、もうあのドリル形式でいってみますね。あ、伸びてる。伸びてる。これ伸びてる。もんね、もうほんまトップでいいね。これももしかしたらボールの上を打つぐらいでいいかもしれん。なんかって見えてもうたら これがここで伸びてるのかな。そうそう、もうそっから畳んじゃう。そう、むっちゃいい。それあ、いい。もうちょっといけるけど。そうやね、今はちょうどやもんね。もうもっと変えへんぐらいって言ってる。私これどうやったんやろ。よかった、よかった。あくまでイメージとして。でも、うん、ちょっと言ってるね、うん、もっと、うん、なんかなんていう、分かる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 。もうだからあって思ったそこが力入れてから、そこさえ抜けれたら、うん、手を畳余計体がいくぐらいかな。そう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 。いや、行かなくてトップでいいね、うん。あ、こんな感じやな。どう？行ったけどこう修正した。なるほどね。じゃあこの要素でちょっと打ってみます。いいよいいよ。普通にドリルとしてやりましたけど。いや、いいと思いますね。それを意識したらほんまに、うん、こういいところでボールが当たる感じすんねん、うん、ちゃんとフルショットになった時っていうか、うん、本ちゃんで打った時。うん、なんか心なしか飛距離も伸びん。ちょっと伸びてますね。なんかそんなにやってないのに。そうですね。しかし、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。これね、まあ、あなたが最近ラウンドで思いついたというドリルですが、いいですね。いいやろ。これ絶対ミスになるっていうイメージがあるんだけれども、案外変なミスにならない。そう、そこがいいですよ。で、私が思うにゴルフスイングでやっぱり前傾が維持できるとスイングが全然変わる。確かに。見た目も全然変わる。ただこれ弱点が一つ。何？カッチョ悪い。もうこんなカッチョ悪いことできるかよって思うけど、全然あなたのスイング見たらカッチョ悪い。だから全然おすすめです。だから皆さんもほんまに思い切ってやってみてほしいですよね。です。はい、あなたのほんのちょっとの勇気だけ、そういうことにしていきましょうか。ちょっと、うん、ね、まあ、大胆な五木選手からの提案ですけど、これラウンドとかでね、
プロテスト2次予選に向けてのラウンドで思いついたことですから、実用性はね多分あると思うので、皆さんも思い切ってやってみてはいかがでしょうか、はい、それではまた次回お会いしましょう。いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram、LINE アカウントも始めましたので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。お